うまくやれば釣れるのかなということでちょっと来てみました。それでは釣れるか釣れないか分かりませんけども頑張ってみたいと思いますんで、よろしければ最後までご覧ください。今日はですね、最高気温が30度ぐらいまで上がるっていう天気予報ですんで、まあ、日中の時間帯はねちょっと釣り大変なんで朝だけちょっと頑張ってみたいと、そんなふうに思います。ポイントがよく分かりません。ちょっとこの辺ちょっとスピナーの方がいいかな、どうかな、ちょっと行きます。スピナーがいいかなね、薩摩川はでかいのいますからね。ただ私ちょっとポイントを知らないんでちょっとねあれなんですけども、好きなのがいいかな、どうだろう、ちょっと何とも言えません。やってみましょうか。最初わかんないんでスピナーに変えます。スピナーいきましょう。釣れるかな、ね、ちょっとあっちこっち行ってみますよ。今日あっちこっちポイント探しに、やっぱりあの釣り場開拓はですね、いろんなところを一生懸命こまめにちょっと歩いてポイント探しをして、必ずあの魚いるポイントってありますから。ここもあの去年の大雨の影響でポイントがかなり変わってるんじゃないかと思いますね。でかいのいますからね、ここもね、薩内川専門に狙う方もいらっしゃるんじゃないですかね。面白いですよ。来たらびっくりするようなでかいやつがいるはずです。ねえ、ちょっとねこの辺はどうなのかな、向こう側のがきっといいだろうな、行けたら行きたいな。ここはあの水押し強いですからね、あの気をつけたいですよ。水押し強いですよ、ここは。あの子供が夏場ねこんな川で遊んだらダメですよ、危険ですから ね。その辺がポイントがちょっとよく分かってません。あ、ここはちょっとあれかな、いまいちかな。起きた、ちっちゃいなこれ、来ましたよ、ほら大きさは。来ました、もう顔見せませんよ。これが薩内川のレインボーです。いましたね、はい、はい、薩内川今年初めてのレインボーです。意外と簡単にしてくれましたね。はい、あれちょっと待ってよ、あーこれ斑点の少ないにしますですね、可愛らしいやつです。いますねやっぱりね、薩内川さすが今時期はいます。
今はですね、本当活性のいい時期ですからね、楽しいですね。うわー、言った言った、ね、言ってくれましたね、やっぱりね、どこのポイントにも本当に。よし、今外した、あーちょっと倒れそうだな、ガッツリいってますね。いやー活性高いですよ。まあ朝ということもありますけどね、非常に活性は高いです。よし、はい、ありがとう。寝ていたいのもいるはずなんですよ、ものすごいやつが。ここね、60クラスいますからね。よし、早速来てくれました、薩内川。あ、でかいの1本ぐらいあげたいですね、今日ね。魚はいるみたいですね、ここは。お、また来ましたよ。はい。連続ヒットですよ。いますね。います、います。ここはね、水きれいですからね。はい。あ、また同じようなサイズですね。ここも魚濃いですね。はい、ありがとう。ほい。よし、今日は楽しい釣りになりそうですよ。よし、連続ヒットです、ね。できればですね、薩内川で釣りをされるときにはですね、ライフジャケット着用するようにされた方が僕はいいと思うんですね。私もこれこんな感じのライフジャケット、非常に楽な感じですから、値段もそんなにしません。ですから、そんなライフジャケットをですね、装着されるようにされた方がいいと思いますね。この辺どうだ、来た、おい、あ、ちっちゃい。ちっちゃいです。はい。このサイズ、ここ多いですね。このサイズが非常に多いです。ここのはなんか斑点が少ないニジマスですね。ありがとう。ね、ここ、魚はね、結構入ってますよね。こういう大きいところでやれば、それはそれでなんか楽しいですね。思いっきり投げてね。やっぱり魚も結構背の方に入ってきてますね。さすがにこういう季節になってくると背の方に入ってきます。浅いところにいましたよ、さっき。今全体的に殺害が長い早いですから、たまにある長いの緩やかなところ、まあそんなところに魚が定位すると言いますかね。流れの強い、押しの強い川っていうのは、魚も結構尾びれやなんかが発達してましてですね、結構ハイとはいいと思うんですよ。特に朝方はあれですね、魚の活性高いですね。ポイントがね、なかなかやっぱり上流域ちょっとやったら面白いかもしれないですね、切ないのはね。下流域もいいけれども、上流域楽しいかもしれないよ。これ開拓の余地ありますね、かなり
面白いですよ。なんか面白いですね。大場所、大場所があればね、楽しめますよね。大場所。なんか美味しそうなポイントですね、ここね、なんとなく。出るかもしれませんよ。海岸なんかすごいいいですよ、あそこ。はい、来ましたよ。小さいですねやっぱりいますね。はい、いや同じようなサイズが多いですね。同じようなサイズですよ、これみんな。はい、ね、綺麗ですよ、ここのも。こういうのがいてくれるといいんですよ。川は将来性があるっていうかね。入ってます、入ってます。やっぱりいますね、アイトとか入ってますよ。いや気持ちいいですね。やっぱ朝はいいですわ。こう夏になってくると本当に朝が、釣りをするんだったら日中の暑いとこは大変ですよ。30度にもなったら本当にたまったもんじゃないですね。お、来た。あ、逃げた。逃げてるでしょ。逃げてる、逃げてる。いましたね、今。アタックありました。こんなとこからいきなりでかいの出てきたら大変ですよ。流れに入られたら止まんないですよ、これ。殺害川だった。この強い流れに魚入っちゃったらもう。ラインガーンと持ってかれますよ。いや本当にどこに入っても釣れますね、今時期は。ポイント中とかに大体全部入ってますね。意外とあれですね、障害物ないからやりやすいですね。釣り的には本当にやりやすいです。いやー気持ちいい、気持ちいいですよ。最高に気持ちいいな今日は。すごいですやっぱりね、水量があるっていうのが魅力ですね、ここは。はい、向こう岸、あれポイントですよ、あそこ。いいポイントですよ、あそこ。ちょっと移動しましょう。魚入ってると思うんですね。います。ね、あ、なんか引っかかりそうなものがあるな、あそこ。気をつけて。おっしゃー、アタックしました、今、魚。小さいですね。小さいのいますよ、その辺に。引っかかるんで気をつけないと早くもね。引っかかってこない。沈んでますね。大きさ、あ、おっと、おいいやつです。おさに、はい、おっと、あ、ちょっと待てよ。あ、あそこ引っかかったか。うわ、出てこい。うわ、うわ、でかい。木に引っかかった。出てこないかな。やっぱりあそこ引っかかりますか。おい、こ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 い、
よし、これちょっと強引に持っとかないとダメですね。ちょっといいやつですよこれ。いいやつです。よしよしよし、危ない危ない。はい、来ました来ました。よし、はいはい、はい、いいやつ、はい。来てくれました。はい、ありがとう。おー、さつない川らしいやつですよ。危ない危ない。いや、おっと、あ、逃げてった。あ、外れて逃げてたよ。よし、いい40クラスですよ。いやいやいや、いましたね、やっぱり。ああいうとこに隠れてんだ。うん、よしよし。一瞬あそこに木に絡んで大変なことになりましたけど、来ましたね。さつない川らしいですね。いいやつでしたよ今ね。やっぱりこういうとこ入ってんだよね。ここ流してあげたんです。ここここね。見ましたね、40ぐらいのやつ。おしたな。はい、行きました。あ、出た。いましたね。あの、さつない川で、あの、釣りをするんであればですね、あの、こういうライフジャケット売ってますんでね、こんなの使ったりですよ。あの、コンパクトで、軽快に釣りができますんでね、今、いいやつが売ってますよ。こんな感じでね。これ、あの、流れが、ご覧の通り、すごい強いですから、あの、立ち込んで変に、あの、足を取られるとですね、流されちゃいますからね。万が一のためにですね、こういったものをですね、ここに来て釣りをするときは装着された方がいいと思いますので。